タリサゲティはオランダ領東インドで生まれ1960年代後半のファッションリーダーと目されたオランダ系の女優。成人後は大半をイギリスで過ごし晩年はモロッコの都市マラケシと密接に関わっていた。夫は赤油王の後継者で後に事前事業家となったジョンポールウエティ・ジュニアである。当時オランダ領東インドの一部であったジャワ島で 出生名タリサディナ・ポルとして生まれる。父親は芸術家のウィレム・ジルとポル、母親はアーノルディーン・アドリアーナ・ディネミーズであった。父親は後にボヘミアン・カルチャーとファッションの中心人物である画家オーガスタス・ジョンの娘、ポペット・ジョンと結婚した。これにより、タリサはオーガスタス・ジョンと彼のミューズであり二人目の妻にして2世紀初頭のファッションリーダーであったドロシー・ドレリア、 マクニールの孫娘となった。イアン・フレミングの実母で未亡人のイブリン・セントクロアフレミングがオーガスタス・ジョンの愛人として生んだチェロ奏者のアマリリス・フレミングはタリサのおばにあたる。ポルは第二次世界大戦中、母親と共に東、インドを占領した日本軍の捕虜収容所で過ごした。父親は別の収容所に収監された。両親は 戦後別々の道を歩み、ポルは母親とイギリスに移った。1948年、母親がデンハーグで亡くなったので、再婚していた父親のもとに身を寄せた。ロンドンの王立演劇学校で学ぶ。数年後にラダに入学した作家兼ジャーナリストのジョナ・サン・ミーズは、1964年にロンドンに初めて訪れた時にホーランド・パークのシールハウスに、 彼女がママ母と一緒にいたのを記憶していた。ミーズは彼女を見て、今まで見た中で最も美しい女性。ポカンと見とれてしまい、驚きを隠せないと思った。1988年、元労働党国会議員、ウッドロー・ワイアット卿は、元保守党閣僚、アンソニー・ラムトン卿の女性との成功に論及して10回した。ここに、とても可愛らしい、ユーゴスラビアで、 新進女優としての仕事をしたタリサ・ポルがいて、そして彼はホテルに泊まり、約2時間ごとに彼女に大きな花束を贈り、プレゼントを大量に贈った。ポルの魔法に囚われた一人に、1965年のパーティーで初めて会ったダンサーのルドルフ・ヌレーフもいた。ヌレーフの電気作家、ジュリー・カバナーによると、ヌレーフは女性にこれほどエロティックに書き立てられたことは一度もなく、 ポルと結婚したいと友人に語ったほど、二人は互いに、虜になっていた。このイベントでは、ヌレーフは、クラウス・フォン・ビューローのディナーパーティーに出席できなかったため、ビューローは、空席となった、ポルの隣に雇用主である、赤王 J ポール・ゲティの息子、ジョン・ポール・ゲティ・ジュニアを招待した。ポルとゲティ・ジュニアは1966年に結婚に、至る交際を開始した。 1966年12月10日、ローマのシティホールで結婚式を挙げた。直後のポル、右とジョンポール・ゲティ・ジュニア1966年12月10日、ポルはジョンポール・ゲティ・ジュニアの二人目の妻となった。婚礼衣装として、ミンクで縁取られた白いミニスカートを着用した。夫妻は、スウィンギング・ロンドンのファッショナブルシーンの一員となり、とりわけ、 ローリングストーンズのミック・ジャガーや彼のガールフレンドのマリアンヌ・フェイスフルと友人となった。フェイスフルはゲティ夫妻とモロッコで5週間を過ごす、招待状について、生まれついての広場恐怖症の不安を詳しく述べた。そしてジャガーと別れた後、彼女はタリサ、たり下げての恋人である、若いフランスの貴族ジャンド・ブレトゥイユ伯爵に乗り換えた。ブレトゥイユは、ドアーズのジム・モリソン。 キース・リチャーズ、マリアンヌ・フェイスフルなどのミュージシャンに薬物を供給した。フェイスフルは、ブレト・ユーがスター相手のディーラーを辞任していたと書き、1971年のタリサ自身の死の2週間前に、モリソンを死に追いやった薬物を与えたと主張している。リチャーズは、ジョン・ポールとタリサ、ゲティが、最良にして、極上のアヘンを所持していたと思い起こした。 高級婦人服デザイナーのイブ・サン・ローランは、ゲティ夫妻をカイ・スコット・フィッツ・ジェラルドの1922年の小説のタイトル、美しく呪われし、ものに例え、ファッションデザイナーのオジー・クラークと結婚した、テキスタイルデザイナーのセディア・バートウェルは、足り下げてを1960年代後半に、ジャンルの壁を越えた数多くの、美しい人々の一人に数えた。 1960年代の他の魅力的な人々のうち、チェルシーで、ハング・オン・ユーブティックを設立した、ファッションデザイナーのマイケル・レイニーと、彼の妻であり、ケネディ時代に、アメリカに駐在したイギリス大使のデイビッド、オームズ・ビー・ゴアの娘ジェイン・オームズ・ビー・ゴアは、ゴゾ島から、ウェールズ国境地帯への移動の間、マラケシュのゲティ夫妻と、戯れた。ジョン・ポール・ゲティは、スポーツカーを乗り回し、大酒を飲み、 麻薬を試し、尻軽な新人女優に手を出す。性的に自由奔放なプレイボーイと評された。この間、家業であるゲテオイルからも遠ざかり、父親を大いに残念がらせた。しかし後年、彼は、事前家になり1986年、アメリカ市民として、イギリスの名誉騎士尺を受訓した。1927年に建造され、1994年に、 改装された彼の豪華ヨットは、マイタリサ G5 という。1968年7月、ゲティ夫妻に、息子タラガブリエル・グラムフォン・ギャラクシーが生まれた。彼は、アフリカで、環境保護主義者として、名を馳せ、サードネームとフォースネームを捨て、1999年に、タラガブリエル・ゲティとして、アイルランドの市民権を取得した。彼と妻のジェシカには、 タリサという娘を含む3人の子供がいる。1969年まで、ゲティ夫妻がイタリアとモロッコで過ごした孤立したライフスタイルはタリサを蝕み始め、ヘロインとアルコール依存症の治療のため、イギリスに戻りたいと考えた。彼女とポールは互いに不誠実であり、ポールと冷静に話し合うことは困難だった。彼は別居に同意し、妻と息子が住む家を、 ロンドンのチェーンウォークに購入した。1970年の初め、タリサはロンドンで真面目で活動的な社会生活を送っていた。タリサゲティは1969年1月にモロッコのマラケシュの屋上でパトリック・リッチ・フィールドが撮影した象徴的な写真により最も記憶されている。ロンドンのナショナルポートレート・ギャラリーのコレクションの一つである画像は フードをかぶった夫を背景に、多色のカフタン、白いハーレムパンツ、白とクリームのブーツを着て座り込んだポーズの彼女を撮影している。当時のヒッピーファッションを代表するスタイリッシュな見た目であり、最近ではヒッピーシック、ボホシック、タリサゲティシックなどと呼ばれる息の長いモデルになった。1971年の春、タリサゲティは別居後の夫に離婚を求めたが、 ポールジュニアは彼女を愛していると言い,い、和解のためにローマに来るよう懇願した。彼女の弁護士は、ポールと和解しようとした努力を示すことができれば、離婚手続きが容易になると助言したので、1971年7月9日にローマに飛んだ。7月11日、アラコエリ広場にあるゲッティケの邸宅で、ヘロインの過剰摂取により死亡している彼女が発見された。しかし、 彼女の死亡診断書には、心停止が死因として記載されており、血中にアルコールとバルビツール酸が高濃度で検出されていた。イタリアのマスコミの間では、ポールのヘロインの継続的な使用が、タリサの再発を引き起こしたという憶測が広まった。彼女の死の8ヶ月後に行われた冒険では、タリサの期間にヘロインの痕跡が見つかったが、 ヘロインは何ヶ月も体内に留まるため決定的とは言えず飲酒以前のものであった可能性がある。1973年1月、イタリア当局はタリサの死因について調査が行われると発表した。彼らはポール・ジュニアへの尋問を要求した。ゲティは自身の薬物の継続的な使用が逮捕と起訴に繋がることを恐れていたため、2月に イタリアからイギリスに逃れ二度と戻らなかった。タリサゲティは、ジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリン、イーリセ・ジウィック、前述のジム・モリソンなど、1960年代の文化的象徴と目される人々と同じ12ヶ月以内に亡くなった。マラケシュで共に過ごした友人、ローリング・ストーンズのブライアン・ジョーンズは、ヘンドリックスの1年以上前に亡くなっていた。タリゲティは、 27クラブのメンバーとされるジョーンズ、モリソン、ヘンドリックス、ジョプリンより、わずかに年上であった。ポルは、女優として、ビレッジ・オブ・ドーターズ、エドガー・ウォーレスのミステリーが、原作の、ウィン・シャル・シー、ザ・システム、マクシミリアン・シェル、イングリッド・チューリン、サマン・サ・エッカーと共演した、死刑台への招待、ジェーン・ホンダ主演の性的暴力的 SFA が、バーバレラなどに出演している。 ありがとうございます。